原田のペースと言えそうですか。そうですね、苦戦してますけどね、まあまあ原田君のペースで言ってるんじゃないですか。なるほど。このラウンドは石川さんがむしろに行きませんね。そうですね、おっとミドル、顔面当たりました。顔面とぐずらしました。さあボディーの足、ここでクリンチでやります。第9ラウンド終了いたしました。石川さんの採点は5対5でございます。ジョー・メデル選手でやります。ジョー・メデル選手もこの前のラウンド左の目に引きました。こちら側が原田選手のコーナーです。第10ラウンドであります。さあいよいよ第10ラウンドを迎えました。いや大分さんね、はい、さっきも石川さんから話がありましたけども、はい、その割とメデル選手の疲れというのは感じませんね。そうですね、ちょっと場内静かです。レフィーは加藤さんです。いはい、原田君のレフトのアッパーをすごく気にしてるわけですよね。一点減点ですから。なんでしょうか、タイミングですかね。サミングでしょうね。あの傷口狙ってね。なるほど、親指をね。加藤レフトサミングを制しました。おっと左ダッパーボディ狙ってますね。さあロープが体を押し込んだ。フリンチでやります。まあ、こういうフリンチ戦法を取られますと八百一さん、ちょっとメデルとしても反撃できませんね。左のアッパーです。顔面も捉えました。今度はメデルがかけましたか、ちょっとかけてるようですね。方向で、あーってみ、左原田ちょっと棒立ちでやります。原田ちょっと棒立ち、さあメデルかけたか。原田もしかし反撃しております。原田ちょっと下がった、メデル選手としては珍しく攻撃しております。メデル選手の方から積極的に出ていきます。あるいはこの10ラウンドにかけましたか。ちょっと石川さん、今までのメデルにない攻撃方法でしたね。当然ですね。はあはあ、しかしね、原田がクリンチしていく、なるほど、これを振りほどかないっていうのがおかしいです。あっとみ、体も振ってきますね。なるほど、私あれ振りほどくと思うんですがね、足使ってね。あの原田やっぱりあれ非常にいいね、防御の作戦なんですよ。はいはい、あのジョフレイに勝ったのもやっぱりあのね、はい、自分が不利になった時のフレンチ。なるほどね、ここですね、あのさあボディラッシュしておりますが、あんまり下ばかり攻撃しますと上のガードが開きます。原田さあまた赤コーナーでやります。あっと左右を振ってますね、インサイドからです。そうですね、あメデル右目切りましたか。そうですね、右も切りましたですね。振り届きません。レフリーの加藤さんが届きました。あ切りましたね、右ですね、右を切り、あっとまたメデル選手、怖い、いや本当に怖い。第10ラウンド、このラウンドは石川さんの採点5対4、メデルでございます。メデル選手サミングで1点減点でございます。満員の愛知県体育館です。さあ11回目です。石川さん、ちょっと10ラウンド苦戦しましたですね。さあ11ラウンドでやります。八百一さん、メデルの10ラウンドの攻撃どうご覧になりました。よかったですね、最後のコーナーの方でもってライトのショート、はい、レフトのフックですか、よく決まってましたね。なるほど、南アイからお互いに左を出し合っております。
の目尻、そして左の目尻も先ほど血が出ておりましたジョー・メデル選手でありますが、今は左の方は出血が止まっておりますが、今度は右の方一筋血が流れております。左のフック飛び込みません。チャンピオン原田距離を保っております。熱海が当たり、熱海が当たり、チャンピオン原田の熱海が当たっております。しかしロープには無理をしません。ぐらつきましたね、はい、メデル、コーナーでありますメデル選手のコーナー。ルペサンチェスマネージャー下から大声で原田、いやメデルを応援しておりますが、また原田の身が当たりました。どうですか今のパンチは、いいですね、はい、こういうチャンスの使い方はうまいですね。そうですね、打ってはパッと離れますよね、ロープ際にちょっと顔を出してしまいました。ロープの外に顔を出しました原田選手であります。ちょっとバランスを崩しております。右左とボディを狙いましてクリンチ。もう八尾さん危なくなったらクリンチすることですね。そうですね、一番いい戦法なんじゃないですか、はい、せいでしょうかメデル、右がよく当たりますね、この右を受けまして再三再四ダウン寸前の状態まで追い詰められておりますメデル選手であります。しかしメデル選手もここロープ際まで来ますと怖い。さあリングの中央回り込みました。ラウンドは石川さんの採点は5対4原田でございます。石川さんちょっとその原田選手は苦戦してますよね。そうですね、八尾田さん、はい、後半に入りましてからのね、そのメデルのスタミナの衰えというのはどうですか。あまり現れてないんじゃないですか。ははそれとライトを後半になって特にライトの一発を思い切り打ってますね。なるほど、やはりその公開練習とか練習ではあまり出してなかった右だけに強烈ですね私たちの印象には。そうですね、しかし必ずね、原田はそのお返しをしますね、誰から打ち返すと。なるほど、そこはいいところですね。さあ12ラウンドでやります。左当たっても右はすぐ行かないんですよね。ワッツーとですね、もう間髪入れず右が飛んでくるとね、体も怖いんですがね。なるほどね。あ、左の服です。当たりましたね。カット汗が飛び散っております。さあ今度は右、また原田ダッシュしております。クリンチ、まあ、八尾田さん、このラッシュ&クリンチあるいはヒッタンダウエ原田選手のその戦法の一つになりましたですね、完全に、ね、これは確かに原田君のペースに巻き込んでおりますね。そうですね、自分のものにしたという感じがいたします。当たってもね、右が行かないからね。なるほどね、確かにそうですね。そしてまたこうやってまた右が当たりましたね、原田の右が当たっております。やはりこれは左のガードがちょっと甘いんですか。下がるですね。なるほど、また右からの攻撃であります原田。試合は第12ラウンドに入っております。足も石川さん警戒ですよね、なかなか。
くね、状態を動かしね、はい、目標を狂わしてますね、はい、ただ本当に攻撃が多彩になりましたですね、横への動きです。この辺りなかなか見事、顔面を突き上げました。相手が原田、チャンピオンです。左のダブルパンチ、ボディから顔面、リングの中央、ああいう左右を振るリングの中央での八王子さん、メデル選手はあんまり良くないですね。そうですね、やはり一番怖いのはロブギアですね。そういうことでしょうね。